二代目は、クリスチャンは、塚公平の長編小説。1985年に、野生時代にて発表、同年5月に、角川文庫より刊行された。同年に、角川春樹事務所、創立10周年記念作品として、塚の脚本、豆津和幸監督により、映画化。また、後年塚により、戯曲化されている。美人シスター。 京子へ、警察官で実家が仏教寺の次男神代とヤクザの、春彦が共に我こそがと互いに先を争い求婚し、自分の思いを伝える。そんな中、今まさに、天竜組の二代目の組長を継ぐべき春彦が、敵対する黒岩組の罠にはまり、殺されてしまう。そうした中で不意に京子は、父親の境遇、母親の現在を知ってしまう。黒岩組は、 神戸の港祭りを仕切ろうと躍起になり、しびれを切らして天竜組との交想に発展してしまう。二代目は、クリスチャンは、門川春樹事務所、創立10周年記念作品として制作された、井筒和幸監督による日本映画。1985年9月14日公開。配給元は東宝。同時上映は、沢井慎一郎監督の、早春物語。 1982年に東映京都撮影所で鎌田更信局が撮影された際、同撮影所の佐藤正夫プロデューサーと塚公平の間で企画されたのが最初。このため当初は東映で配給される予定だった。井筒和幸監督はの金婚巻と並行して制作準備にかかったが、脚本に問題があった。塚の脚本はとがきがなくシュールで、 舞台向きだったので、映画には使えないものだった。映画向きに修正された脚本に起こった塚は、クレジットから自分の名前を外してくれと不満をあらわにした。1985年5月28日に、東映京都撮影所で制作開始されたが、前年1984年8月に山口組と一和会の構想が関西で発生し継続していた。 そのような状況で市民団体から当映画に対しヤクザ映画制作反対の運動が起きた。角川映画はこの映画の前売り券を日本生命に押し付けていた。日本生命が前売り券を配布したファミリー層の観客のために角川春樹から伊豆津監督にストリップショーのシーンのカットの依頼があった。伊豆津監督はストリップショーのシーンのカットは残念だったが、 それ以外は自由に楽しく撮影したと発言している。本映画の主題歌のためだけに結成された門川春樹事務所所属の俳優によるバーズによる楽曲。監督の伊豆和幸が当時流行っていた We Are the World のような曲で作ってくれと音楽の海正人に依頼した。1985年9月11日放送の夜のヒットスタジオデラックスに一度だけ出演している。 本映画がブルーレイディスク化される際に本楽曲のメイキング映像が特典映像で付属する予定だったがなくなってしまった。両曲とも作詞、グレゴリー・スタール、作曲、カイ・マサト、編曲、カイ・マサト、野村・君ミガ2代目はクリスチャンのテーマソングフォーラブ CBS ソニーよりオリジナルサウンドトラック版として発売。企画品版28、28アーマイナス2006。 作曲、編曲、海正人サイド、AA ソングフォーラブプロローグ刑事人大嵐の夜の、出来事シークレットクラブ運命サイド、B はテラ天竜組調子の良い家事アロンリーハート、黒い和解の襲撃をとし前付けさせていただきます二代目は、クリスチャンのテーマ1999年12月に、様々な社会問題を反映させた、緊急特別バージョンとして、塚公平の作、演出で初演された後、 原作をベースにしたオーソドックスバージョンが渡辺和則の構成、演出で帰宅、塚公平劇団により2007年11月から12月に再演された。2021年、限りなく新作に近いオマージュとして、劇団扉座により、舞台、扉座版二代目は、クリスチャン、オール・ユーニード・イズ・パッションが上演される。 2021年10月21日から31日、東京、隅田パークシアター層。ありがとうございます。